皆さんこんにちは、高橋としみです。そしてセルダです。よろしくお願いいたします。今日はですね、ぜひセルツアープロに一緒にいて、うん、やっていただきたいことがあるんですけども、でもですね、海外でもウンブゴルフ進出していきたいと思っていますよ。インターナショナルになりましたねなのでちょっと海外のところでちょっと見つけてきたものがありまして、海外でやってる、はい、題して、うん、ウンブゴルフクレイジーゴルフ。クレイジー言っちゃいましたか。そうですね、なのでちょっとなかなかそんなことやるのっていうようなことを、あーなるほどね、はい、やってみたいなと思ってるんですけれども。そういうことですね、面白いですね。はい、では発表したいんですけれども、うん、今日はこちらです。何、じゃじゃん、ここについてるのがこれ卓球のラバーじゃないの。卓球のラバーです。はい、その通り。この卓球のラバーをフェースに当てて、はい、打ったらどうなるかってこと。その通りです。あら、はい、どうなるの。どうなんでしょう。それを今日はですね、はい、私もセルザープロも一緒に打って、なるほど、実際自分のクラブと比べてどのぐらいの違いがあるのかっていうのを検証していきたいと思います。ね、これは多分や誰もやったことない、ね、いやこれやんないでしょ普通打ってみたいね。そうですね、どういう結果が出るかね。予想はどんな感じですか。なんとなく、まあ、こんだけ弾力性があるから、はい、チタンヘッドが弾かなくなるから、はい、球は飛ばないとは思うけど、感触どうなんだろうね。どうなんですかね。全く予想つかない。そうですね、では早速、はい、トラックマンを使って今日はですね、うん、数値も出しながら。これでトラックマン使っちゃう。使っちゃいます。すごいね、はい、まあ、そういう時代だよね。わかりました、はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ではまずは普通のクラブで打ってみたいと思います。はい、こちら58で打ちます。58ね、はい、はい、お、いい感じですね。はい、こんな感じです、うん、距離が57ヤード、はい、スピン6800、53、うん、はい、まあ、そのぐらいかかるでしょうね普通はね。そうですね、このあんま距離出ないです私は。まあ、でも58でしょ、はい、だから58だったらね60飛べば大丈夫でしょ。あ、本当ですか。思うね、はい、続いてはですね8番アイアンでいきたいと思います、ね、はい、トータル125ヤード、スピンが5948、はい、結構かかった。そんなもんじゃないですか。そうですね、普段120ぐらいです。あ、じゃあそんなもんですね、はい、では最後に私のドライバーでいきたいと思います。はい、行きます。おー、そう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 、ちょっとヒールだけど。そうですね、うん、だけど球は強いんで。おー、いった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 、多分いったよ、はい、195、2700、はい、続いてはプロのショットを見ていきたいと思います。まずは58番です。58ね、おー、これ風に負けてる結構ね。ちょっと上げてますね。ね、上げてますね。はい、トータル 69.1。 あ、ちょうどいいじゃないですか。はい、スピン力は5492です、はい、はい、いつもの感じですか。いつもの感じですね。はい、続いてプロの8番アイアンです。いきますよ。おお、ナイスショットです。うん、はい、143ヤード。お、予想、あ、上げてますね。137.9 ヤード。あ、ちょっとナイスだったスピン量が5634です。まあ、そんなもんですね。はい、いいんじゃないですか。続いてプロのドライバーショットです。はい、おー、ナイスショットです。あ、でもこれじゃ230ぐらいしか望んでないじゃん。あら、トータル 238.6、ね、うん、そしてスピン量が2707です。いいんじゃないですか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよはい、はい、では早速このラバーをつけてサンドウィッチから打っていきたいと思います。どんな感触になるのか、いきます。これ70ヤード飛んでるんだけど。お、あ、でもほら5200しかなくなっちゃったスピンが。スピンが、スピンはないんだね。お、うん、飛んでるけど、はい、飛ぶのかな。もう何球か打ってみてください。お、いいね、いいね、いいね。ほらほら、球がなんかさ、ボワンっていっちゃってるね。そうですね、今のはなかなか打ち込んだらよく分かりやすかったね。距離57ヤード、はい、すみません、スピンレートが出てこないんですけど、どういうことですか。スピンがかかってないんですかね。何それ。では続いてこの8番アイアンでいきたいと思います。ラバー張っただけでも重いもん、クラブがね、うん、結構、はい、
まっすぐ行ったけどなんか変な感触しますね。ちょっと感触ね。はい、111ヤード、はい、スピンが2858。あ、半分しかない、かかってない半分しかないんだけど、なんか打感は変なんですけれども、ボワンって感じだよね。でもすごく嫌だっていうわけではないんですがヘッドスピードないとね、そんな変わんないと思うな。そうなんですよ、うん、多分。続いてこのドライバーで打ちたいと思います。はい、剥がれた。あれ、あ、本当だ、剥がれちゃいました。でも当たった瞬間はなんか柔らかかったです。剥がれてないからね、はい。176ヤードの1978。おお、まあ、スピン落ちてるね。やっぱりじゃあこのラバーをつけることによってスピン量は減るってことですね。スピン量は減るんじゃないの。私はいや多分減りますよそれは。続いてプロのサンドウィッチです。いきます。少し払う感じで。おお、今払ったよ。はい、タフ取ってないとね。ポータル 85.5、うん、スピンレートが2653。全然少ないもん、半分以下だもん。半分以下、うん、だって5000いくつかなきゃいけないもん、3だったら。はい、ではこういう時はやっぱりスピンがかからないとグリーンで止まらなかったりとか、うん、全く止まらないね。ちょっと打ち込んでみようか、じゃあいきます。おお、でもさすがプロ、飛びますね、はい、それつけていてもトータル、あ、135.4、今飛んでなかったね。スピンレートが3256です、はい、打ち込んだのにそんなもんだもんね、はい、8番アイアン通常ですと145ヤード、145ヤード、うん、うん、ちょっと減ってスピンも減って。そう、だから球がこうボワンとお辞儀してる感じがして球が揺れてくの。あ、どういうことよくわからないけど、打った感触はインパクトは柔らかいよね。柔らかい。で最後にドライバーお願いします。絶対飛ぶだろうな、また ラバーも一緒に飛んでいきましたちょっと見てみました。お、それでもトータル 218.6、うん、今のがちょっとね、はい、芯に当たった。お、まともにね、はい、で、うん、スピンで2915ですね、うんうん、はい、スピンはでもそんな変わんないんだね。ドライバーはやっぱりは変わんないんじゃない。もともとロフトないものはそんなスピンかかって上から打ち込むわけじゃないから、はい、スピンがだから2500、6000、2000、まあ、3000から2500の間でいいじゃない。はい、ただ打った瞬間の感触は弾く感じは全然ないですね、うん、そうですね、音もやっぱりちょっと鈍くなっていきます ね、うん、っね、うん、はい、っていう感じ。だドライバーロフトのないものに関してはいいけど、アイアンとかはやっぱりスピンがなくなるってことが完璧に分かりましたね、うん、やっぱり溝がない分だけ溝でボールとスレるわけでしょ。そうですね、うん、だから逆に深溝と浅溝の方のがはっきり出るとか、うん、ね、あ、でもこれは確かに感触は柔らかくなるけど、はい、ボールが棒玉、なんていうの、フワン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 ってっていう飛んでいく、ぶれていく感じがラバーにはあったんじゃないですか。実際卓球とかもこうやって普通に打ってスピンっていうか、うん、もう皆さんカットしていきますもんね。そう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 、こうやってボールがあんだけ軽いわけだから余計スピンがピピッて戻るんだから、はい、あれがだからゴルフの場合は溝があってロフトがあってそれで切れてる、はい、ラバーはゴムで切れてるから、はい、多少のショートアイアンとは違うだろうね。そうですね、うん、はい、ということで今日やってみていかがでしたか。はい、うん、クレイジーだったね本当にそうですね。そう思います。なかなか面白い、なかなか体験できることではないですよね。いや、体験しないからこれはだって考えること自身がすごいじゃない、はい、そうですね。ラバーをつけようなんて、せっかくだからあの見てる皆さんもなんか例えばこういうのやってほしいとかちょっと思っていたけど自分じゃできないからウームゴルフでやってみてほしいなっていう、ね、ちょっとクレイジーなコメントとかもお待ち。怖いね、それ俺全部やらなきゃいけないの。お願いしますこれはちょっと怖いけどね。でも確かに、はい、そういうラバーをつけたことによってどういうデータが出るかっていうのは、はい、確かに初めてのこれ試みだから、はい、大変に見てる方も興味あって面白いなと思ってますよね、うん、そうですね、バットをゴルフボールで打つとかなんかいろいろあるじゃないですか。そういうのもね、いろいろ試していきたいなと思います、はいはい、今日はありがとうございました。ミッキーだよ。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。